はい、どうもカリエです。10月26日木曜日ですね。復活率が修正されたみたいですね。今までかなり渋い確率だったんですけども、それがね、だいぶ修正されたみたいなんで、ちょっと今回はこの前出したあの簡単攻略パーティーでバルプルギスに再度ちょっと挑戦しようかなと思っております。ちょっとどれぐらい復活率が違うのかなっていうのを、違いをね、まあ、前の動画とちょっと見比べながらやってみようかなと思っております。まあ、実際にそのどう変わったのかっていうと、まあ、ブーストにまあ回復パネルを入れて復活させるっていう仕様はそこまで変わってないんですけども、まあ、3パネル以上出せば1体復活確率が 50% ですね。で、4枚回復パネルを入れると、2ユニット、最大2ユニットを入れ、はい、が復活対象になって、まあ、復活確率が 65%、復活時のヒットポイントが 10% になるみたいですね。で、ブーストに回復パネルを5枚入れると、マックス入れるとね、復活対象ユニットが最大3ユニットの復活確率が約 80%、まあ、ほぼほぼ復活するってことですね。まあ、その、対象が最大2ユニットで、1体は復活確定になりました。そこでさ、回復パネルをブーストに5枚入れると復活1体確定の、残り2体は 80% の確率で、復活しますよという形になってますね。復活時のヒットポイントが約 15% となっております。ここはまあ全回復じゃないみたいですね。はい、まあまあ SP 消費も特に変わってないですね。1体復活するごとに SP が1消費されるということになっております。はい、まあそれを踏まえた上でちょっとどれぐらい変わったのかなというのをですね、まあ今回ちょっと試しながらやっていこうかなと思います。まあよかったらあの前のね動画を見て、その後にこの動画を見ていただくとどれぐらい確率変わったかっていうのが分かるんじゃないかなと思います。はい、まあちょっと SP をね回復させながらもちょっと前に進めていきたいと思いますけど、今のところまあ復活というかもうまだ誰もやられてないんで分からないんですけども、まあ実際バルプルギスが出てきてからが一番わかりやすいのかな。うん、前も言ったけどバルプルギスの攻撃って大体1体ずつ沈めてくるような相手なんで、まあそこはね、ちょっと復活確率どうなってるのかなっていうのを様子見ながら進めていきたいと思います。前と全く同じパーティーですよ。はいはい、さあどんどん行きましょう。まあ、一応ね、オリエンスの、ノーマルスキルに入れ、SP もね、少しずつ回復させながら前に進んでおりますよ、と。うん。はい、ここからですね。さあ、一体ここは沈むかな？あ、沈まない。ギリギリ耐えたね。はいはいはい。耐えたということなんで、じゃあまあ、攻めていきますか。まあ、進化前だからね、そんなに試すほどでもないかもしれないんだけど、あ、ずれちゃった。お、ああ入んなかった。そう、まあまあ回復パヒールスキルが2種類ですけども、そんなに入らないか。まあ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 、もうちょっと様子見ましょう。どうでしょう。来ないか。 OKOK。 まあまあここはまあ試しなんでね。 OKOK、 これでまあ倒せたでしょう。次からだな、検証として見れるのは。カゴの様子を見ましょう。とりあえず回復パネルはね常時持っておく形でいきましょうか。さあここでまず一体沈めてくるビビアンですね。 OK です。じゃあちょっとあえてここは回復パネルを貯めるという形を取りましょうか。はい、よし、じゃあ沈められたね。ひなぎ行くとビビアンがやられてます。回復パネルをブーストにいっぱい入れていきます。はい、これでまあとりあえず1体は確定になってんだよね。おお、あ、2体でも復活しましたね。で、回復より復活時のヒットポイントが 15% と、なっておりますね。まあちょっと増えたのかな、前よりは。はいはい、またやられましたね。ここは、ブーストにがっつり回復パネルを入れたいところですけど、お、5枚入ったね。ということはニコラスは復活確定ですね。でさらにさっきやられた2人のヒットポイントがマックスになってるはずです。前回復活しましたね。うん、割といい確率で復活してますよ。お、いいね、こういう時にちょっと試せるな。
一旦もう一体ずぐらいちょっと倒してもらって、 OKOK、 もう一回試しますね。まあ、これで一体は復活確定の、どっちかがもしかしたら復活しないかもしれないね。前の仕様だったらもうほぼほぼ復活しなかったんじゃないかな。おー、復活しましたね。両方とも復活しましたね。じゃあここは一旦ちょっとあえてちょっと3体やってもらいましょう。ちょっとここは様子見てね。まずビビアンやられました、ニコラスやられました。回復パネルを用意しといて、もう一体やってくれるかな。 OK、 これでブーストが出たね。よかった。ブースト出なかったら試せなかったからな。とりあえずじゃあここに回復パネル5枚入れていきます。なんか余裕あったらもうちょっとブーストにね、回復パネルどんどん入れていきたいと思いますけども。お、いいじゃん。はいはい、これでどうでしょう、全員復活するかな。おー、復活するね。だいぶじゃあこれで確率上がったのかな。前回の時の確率ってどんなもんだったんでしょうね、これね。実際わかんないな、これね。ハートブレイクの、まあまあこれでも十分回復ができますね。 OK です。じゃあ様子も見れたんで、一旦防御体制に入って倒しちゃいましょうかね。 SP もねだいぶ減るからね、こうやってると間に。あ、復活しなかったね、ニコラス。やっぱ5枚入れた方が確実に復活させれる感じかな。ちなみに4パネル入れたんで、今のは 65% の復活確率ですね。まあ、たまたまね、たまたまだったかもしれないけど、まあ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 、これで一体確定で復活させといて、 OK ですね。まあまあまあ、とも攻めちゃいましょうか。うん、いいんじゃないですか。いきましょう。回復パネルはあんまりないけども、まずひなぎくセットさせます。で、敵が受けるダメージを2倍にしますね。のパネルが一応回復に変わります。でオリエンスのフールブルーで攻撃力2倍にしていきたいと思います。この場合だとどうしようかな。まあ、回復パネルのどれぐらい来るかによるけど、5枚入れちゃいましょうか。ここにね、5枚入れて真ん中に風入れて、左5枚5パネルスキル、真ん中4パネルスキル、一番右に3パネルスキルみたいな感じでいきましょうか。ここ3でしょ、ここ2でしょ。 OK、 これで決まったね。多分全パネル分決まったかな。あれ、オリエンスが攻撃してないな。まあまあいいか。あ、やばいな。これミスったかな、これ。あー、属性決まってなかった。あ、俺風入れ忘れたかもしれない。ボンミス。まさかのボンミスだよ。ちょっとごめん、恥ずかしかったな今の。今のは恥ずかしいミスだ。まあまあまあ、これ倒すことが目的じゃないからですね。苦しい言い訳になっちゃったな。はい、行きます。ここ今度こそ行きますね。ここにじゃあこれ入れて、あー、まあまあ決まらないよね。とりあえずリリンを復活させることを集中させました。ちょっと4属性決めないとちゃんとした火力出ないからさ。大変だこれ。はいはい、行きましょう。これちょっとニコラス復活するかどうかちょっとチェックしながら行きましょうか。 65% がどんなもんかっていうのをね、見ていきましょう。お、ここに5枚入れて3枚ここに入れちゃいましょう。 OK、 よし、ニコラス復活したね。でヒールスキルも3種類決めたんで十分な火力出るでしょう。 OKOK、 だから前と比べるとまあまあ、復活の確率もだいぶ上がったんじゃないかなというふうに思います。であとね、まあディバゲのサービス開始1500日記念っていうのが今後あるんですけども、まあ、そこに出てくるユニットが、その復活系のアクティブスキルっていうのを、たくさん持ってきますんで、まあ、
ちょっとディバゲゼロになってからね、まあ、ヒットポイント個別化とか、まあ、復活の確率だとか、まあまあ、いろいろ言われてましたけども、まあ、ちょっとその辺からまた変わってくるのかなっていう印象は受けましたね、そのユニット見た感じだと。なんで、またちょっといろいろね、戦闘方法、パーティーの編成方法とかっていうのが、いろいろ考えさせられるような感じがします。ちょっといろいろ楽しみになってきましたね、これね。はい、ということで、ということで、まあ、今回はね、復活の確率っていうのを、まあ、ちょっと、どうなったかっていうのを、どう変わったかっていうのをね、ちょっと検証してみましたけども、まあ、なかなか良かったんじゃないかなと思います。はい、ということで、これで終わりたいと思います。まあ、簡単な動画ではございましたけども、復活の確率を検証の動画でございました。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。